徳島の歴史など様々な展示を行っている徳島城博物館。先日テレビ徳島が徳島城博物館に 4K モニターを贈呈しました。この贈呈はテレビ徳島の番組を通じ、より多くの方に徳島の魅力や文化の発信を行っていきたいという思いから実現したものです。贈呈式には徳島城博物館の根津館長とテレビ徳島の梅田社長が出席し、梅田社長から根津館長に目録が手渡されました。これから博物館の活動に有効活用させていただきたいと思います。モニターは館内の休憩スペースに設置されており、テレビ徳島が制作した 4K 番組などが上映されています。また根津館長が出演したジャパンブルー、阿波デコ散歩などの作品を座りながら楽しむことができます。徳島城博物館にお立ち寄りの際はぜひご覧になってください。